ナイス。よかった、これ一発目。うわうわちょっと、うわうわ入ったんじゃん。ちょっと、いやちょっと、いやそういうのタレントがやるのに、すごい。もう恐るべし小神ほ。うまい。お、ナイスアプローチ。止まれ止まれ。うまい。はい、やる。ナイスです。きたー。カルン来た、カルン来た、小神ほら見てました。出直してください。小賀さんの勝利。いやお疲れ様でした。早速ね、お二人の対談をしたいと思います。はい、小賀さんから小賀さんに何かこうゴルフで聞きたいこととか、はいはい、教わりたいこととかあったら全然聞いとってください。俺は一番今悩みはドライバー。あ、ほんで一般の方が全部ドライバー悩み多いと思う、みんな。そうですね、全員ドライバーやと思う。基本スライスの人がやっぱり、そうそう、あのアマチュアゴルファー多いので、はいはい、お母さんちょっと野球かなんかされてましたね。いやもうリトルリーグやってます。そうですよね、はいはいはい、やっぱそれ見てわかる、スイングとか見て。やっぱね、ちょっと縦振りなんですよね。なんか縦振りがいいみたいな、世間のゴルフの、アイアンはいいんです、全然。ああ、やっぱドライバーっていうのは今の構造的に、まあもちろん長くもなりますので、はいはいはい、ちょっと横振りでも、横振りっていうとね、下から来る人がいるんですよ。それと勘違いしちゃうんですよ。だからそうや、縦振り、横振りとかね、下からこうとか、結果ね、もうゴルフ業界、我々はゴルフやってる、もういろんな言葉が渦巻いてる渦巻いてるけどね、テレビ見てるやん、女子のプロとかみんな見てみ、もうインサイドから降りてみたいな、憧れんのよ、はい、インサイドから降りてよって。ほんでも好きやから動画撮るやん、思いっきりアウトから入ってるあれどうなってんのあれ。だからもうあの難しく考えすぎるんですよ。そうやっぱり そこでインサイドから行ってこの動きがもうできない。いや、こう構えるでしょ。じゃあ構えますよね。構えるでしょ。上げるじゃないですか、みんな上がりますよね。上げようと思ったら上がるよね、はい、くっつければいいじゃないですか。くっつかないのよなんでなんかね、そこくやっぱり特に俺野球やったらこうなるし、ほんでいざそうそうそう、そこがあのやっぱり体の動きが違うんですよ。違うね、ゴルフってやっぱりこう来なきゃいけないのに、野球、まあ私左だったからちょっとわかんないんですけど、やっぱこれってこう横にそう行かなきゃいけない、その違いはすっごいわかります。私って結構野球っぽい動きをするんですよ、はい、あの腰がね早いの、回るのが。私だからインパクト結構もう左腰開いちゃってるんですけど、だから結構特殊なんですね。やっぱりこう私よりもちょっとやっぱ開かない方が理想的なんですね、本来なら。だからはい、でもそれでも私ドロー打ちなんで。そうなのよ、開くくせにドロー打ちなの。いやだからね、小林さんの特にもう女子やし体が柔らかい、ここまでスムーズに上がるのよ、うん、ここはできへんのよね。多分ね、岡田さんは今日スイング見た感じ手と足一緒の方がいいですね。今違うってことですか。私は手はまだここにあの体広い開いてるけど、はい、でも岡田さんは一緒に来た方がいいと思います。一緒に来たらあかんと言われるね。え水巻いてるよ、こう打ってからこうみたいな、今ようあるやん。あるよ、世間でよう言ってるよ、なんかこうねなんかあるやん、こうこうやってからこうみたいな。じゃあみんなね、手の長さも違うし足の長さも違うし、こうやってこうこうこうなるとか、こんなことやったらチーピンですよ、たま岡田さんのスイングでやったら。一回じゃあやってみましょう。岡田さんは上げて一緒に来た方がいいって。うっせやん。いい、私はこれでもいいの、うん、で、グーンってやって、ここで右の足の前で打っていいんだけど、岡田さんはここで打った方がいい。そっから一緒に持ってった方がいい。これは、いや、俺もういろいろ見た。もう一緒、一緒、もう一緒、こういう感じ、一緒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 、そう、もう手だけ、バーンって手だけ、バーン、そう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 、スムーズスムーズスムーズ、あ
これね、スムーズスムーズ、なんか、ね、今こうだもん。え、かっこいい、かっこいい、これかっこいい、かっこいい、そう、あっちあっちする、これかっこいいの、これこれかっこいいの、これ欲しいのよ、これが。いやいやいや、岡田さんはね、もう一緒がいい、一緒がいい。マジ、うん、したら、フェースも閉じる。ああ、一緒に、はい、小川さんが言ってた、一番言ってたリズムだね。そう、それリズム、我々言うたら、チャーシュー麺、よくわざわざ、そう、あれは人それぞれリズム違う、全然違いますし、またチャーシュー麺、チャーシュー麺、何でもいいんですよ、1、2、3でも何でもいいんですけど、それって今言った1、2、3も次言った1、2、3もリズムってやっぱ違うんですよ、だって人間だから。だから私はいつもメトロノームで練習したんです。あー、やってるよね。うわー、チャーシュー、だって機械は狂わないから。うわー、プロやってるよ、みんなね、こうやって。そうですよね。で、機械を練習、もちろん試合は使えないんで、ずっとそれやればやるだけそれが頭の中にインプットされる、体にインプットされる、うん、そしたら勝手に試合中に頭の中でピッ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 言うようになるんです。で、そこまで、だから私訓練って言うんですよ。おうおう、練習じゃなくて訓練ね。そう、そうすると狂わないんです。ただ我々一般はやっぱメンタルによってそのリズムがね、狂うからな、一丁かましたら。メンタルは違います、下手なんです。メンタルじゃありません。いや、ゴルフはメンタルみたいなの違う。それはもう、あのタイガー・ウッズとかが言うなら、ジャック・ニクラウスとかね、あのレベルが言うならわかるんですけど、私たちがメンタルっていう逃げ道を作っちゃダメです。うわ、ただ下手なだけ、ただ下手なだけ。自分は下手なんだと思って一生懸命練習した方が、より一打が縮まりますよ。なるほど、しっかり自分の実力をね、過信せず。そうです、そうやな、うまければね、あっち嫌だなと思ってもいかないですからっていう感じで考えといた方が、逆に心が広くなるんですよ。確かにメンタル、メンタルみたいに逃げてきたわ。ただね、はい、まあ、何べんも聞かれたもんだけど、なんでやめた？私ね、2008年に賞金状を取って、はいはいはい、うちの先生がやっぱ厳しい人だったんで、うんうん、あの1回取るのはマグレット、はい、だから2回取らないと意味がないって仕事も練習したんですよ。したら、はい、まあ、その前ももちろん仕事も練習してるから蓄積っていうのはもちろんあったと思うんですけど、まあ、私10歳から始めてるんで、練習して練習してってやってたら、もうすぐですよ、2009年の5月に賞金王の翌年ね、手首痛くなっちゃって、そう、それで6試合ぐらい休んでるんですよ。ああ、でもまあ、もう、まあ、いろんなこう葛藤があり、うん、それでも2年頑張ったんですよ、怪我してからも。怪我とどう付き合って。で、優勝も1回しましたし、ああ、まあ、最後あのシード、賞金シードも取ってやめたんですけど、うん、なんかこう、怪我した後のゴルフって自分のゴルフじゃないというか、ああ、うん、まあ、ぶっちゃけ言うと私そもそもそんなゴルフ好きじゃなかったですし、仕事感覚が強くて、あ、でもそれ元をたどると、だって私野球を取られたのがゴルフだったから。あー、ちょっと野球大好きで、ソフトボール初心の方多いもんね、小川さんも。で、女の子だからって野球やめさせられてゴルフした。で、ゴルフに移ることになり、とにかく稼ぐ、勝つ、はい、まあまあね、っていうものがゴルフだったっていう逆なの私。怪我でやっぱりどうしても自分のゴルフできんから、もう自分の性格上嫌だ、なんかね、やっとってもより一層楽しくなる。わかるでしょ、こうちょっとのラフでも、はい、今だったらすぐもうプライベートで諦めて、はいはい、アイアン持とうとかなりますけど、当時はね、やっぱこうギリギリのラインをね、やるの、うん、そのためにトレーニングもするし、るそのために練習もするし、勝つためにはね、ギリギリ、そう、ギリギリで精一杯やってたのに、怪我してるからもうギリギリじゃないの。そのギリギリ一番のモチベーションですもんね。もうそれで、うわーっていくのがもう、でそれで負ける試合もいっぱいあったんですよ、ね、もう私行っちゃうから、はいはい、そう、負ける試合ももちろんあったんですけど、そんなのはいいんですよ、優勝以外ないから。うわー、ね、かっこいい、そういうタイプ。あ、でもアプローチお得意でしたよ、ね、うん、いやでもショートゲームうまい、ショートゲームはね、ただでもな、ドライバーやな、ドライバーね、岡田さんね、ドライバーがある程度コース内、フェアウェイとかラフとか、まあ、そのあたりに行くようになったらもっとハマると思うよ。いや、ドライバーって我々も初めて回る人とかの名刺代わりや、ここでドライバーってかっこええなとかな。私やっぱね、上がるんですよね、ガチガチになっちゃって、力入っちゃって。メンタルじゃんもんだろ、それメンタル、ほら、そうなんですけど。メンタル、ちょっとメンタル言わせてよ。だから私ね、メンタル出るよ。いや、だからまたこの話もしちゃうと、私引退してね、それこそだからゴルフ好きじゃないって言ったじゃないですか。そう、また自分の話なんですけど、まあ、メンタルつなげますから、まあ、最後つなげたい、メンタル。いや、それで、あの、
まあ、やる理由もないし、はい、仕事でもないから、やらなかったのね、2年ぐらい。あ、2年も、はい、やめてから2年もほとんど。クラブなんて、だってずっと事務所にありましたし、私自分の家にゴルフの服も何もなかったんですよ。うわうわうわ、きっぱり2年間ゴルフから離れて。全くやらなくて、で、久しぶりにゴルフ行ったんです、したら全く当たらないし、でもゴルフはほら自分に自信があったんで、まあまあそこそこ行けばちょんちょんやるだろうって思ってたら、もう、まあさすがに空振りはしないですけど、そのタイミングが合わないから、あっちゃこっちゃ行くし、そしたらあのほら、ティーグラウンド立つと人が見に来るから、うわ、こがみほだって言って、もう嫌で嫌で、昔あんなに見られたかったのに、もう誰も来ないでみたいな、早く打ちたいって、そういう時代があったんです、その時はさすがにやっぱもう嫌だ、右が嫌だ、左の話嫌だとかいろいろ思ってた。それメンタルでしょ。そう、それ、その感覚があるのよ、我々みんなそうだよ。けど練習をちょっとしたら、またうまくいくようになりました。やらしい、自分の自慢やな。自分の自慢やな。やだやだ。その状態の時、何を一番最初に気につけて練習したのかというのを教えて。まあ、目が見えてるからね。それで言うとやっぱリズム。やっぱリズム。うん、それで言うとリズム。いや、確かに俺もリズム大事やもん。でもリズムと脇やな。そうそう。もうスイングを気にしたいんであれば脇だけです。脇だけですね。か、私はね、どっちかっていうとボールより先、学校にボールがあったとしたら、こうフェースがこうきますよね、この、まあ、できれば5センチぐらい、私は10センチぐらい意識したんですけど、だから押すんですよ。当たって終わりじゃないですからね。押す、このここ最後のところで押す。難しい。いや、ここです。これ肝。これがゴルフ。おー、え、これここ。そしたらなんかあーと思って開いたってピュッてやったらボールもすぐ行きますからね。そこは気にしなかったですね。そう、当たった後だよ。この辺どんだけやっても、だってボールまだ当たってないんだから意味ないじゃん。どれだけ押せるか。いや、押せるかってボタン押したから店員さん来たんだよ。これピッてなってるから。I'm sorry! I'm sorry! ゴルフの楽しさって何ですかっていうのをちょっと聞いて。お金さんはこんだけミスミス言いながら、はい、たまにね、あんのに、ゴルフの神様が我々にバーディーとかね。バーディープラス最後のホールの2打目のウッドが2オンしたりとか、それがあんねん、もうわずかなご褒美、それがね、手の感触に残るようなナイスショット。あれがね、すごい260飛んだりとかね。そうハマるね、やっぱり。そういうの、私のゴルフの楽しさはやっぱ今、はい、本当にゴルフが楽しいって思えるんですよ。もうゴルフ始めた時から競技ゴルフなんですよ。もうすぐ試合に出ましたし、そう、スコアをつけて、で、ほらバーディー取れないだけでイライラしてたのに、もうバーディー取っていかなきゃいけないからね。なのに今はもう何でも OK っていう楽しさ、なのにそこそこ上手い楽しさ。あれらしい、最高や。そうだから、その何年か前のそのゴルフやめて全然やらなかった2年後の自分で大っ嫌いになっちゃって。ああ、なるほど。私はもう別ゴルフなくても生きていけるしって思ってたのに、やっぱりゴルフがないと生きていけなかった自分がすごい好きで今。ちなみにこれからの、まあ、まだまだ若いし、はい、なんかあるんですか、目標、夢。私の本当の本当の将来の夢、はい、夢というか、はい、まあこれ叶えるんで夢じゃないんですけど、私はやっぱり佐賀田塾から清本先生って、清本先生って賞金女王3人育ててるんですよ。で、まあ自分はなった喜びを知ってるじゃないですか。自分がなった、次は自分が教えた子が一番を取るのを味わいたいんですよ。そらもう最高。それはね、ちょっと今初めて言いました。お金さんは、はい、仕事が楽しくできるというのが理想やから、さっき小川さん言ったように、絶対楽しくないのよ仕事って。絶対我々芸人も本当にもうこんだけいっぱい芸人おる中、番組とか使っていただいてね、それに感謝しながらも、そこでパフォーマンス戦とやっぱりその使っていただいた方、そして事務所の方にやっぱりだから全力でもうね頑張る、それしかないね。もうそれだけ。じゃあ老後も滑り倒してるかもしれないですね。そういうことよ、本当に。それでいいね、俺は。そう、本当に。なんかね、葬式も滑り倒してる。やめて、葬式。葬式だけは最後閉店がなかったら言うから大丈夫。これから和音もちょっと脇締めていくよ、和音も。締めていくよ、これも。だから和音をつなげればいいんですよ、ゴルフに。私、私生活もつなげました。
それはもうこうやってたら意味ないですよね、はい、わーってやってたらこう、あ、こうねうわしたらゴルフに絶対つながりますいいですね、一石二鳥そう、全てをつなげるありがとうございましたありがとうございました最後、原さんに締めましょうわかりました、まあ、あそうだね、ということで、はい、今日はこの辺りで閉店ガラガラうわー、ここね、脇これ、これありがとうございましたこれもありがとうございました岡田さん、楽だった、私